すいです。今回も信長の予知、やっていこうと思います。えー、決戦イベント、京都イベントか、決戦リュ寺来てますね。てかもう終わりますね。これいつも俺、その京都イベントって、6日ぐらいしかないんだよね、確か期間って。だから、基本気づいたら終わってて、全然できてないんだけど、今回は、ちょっとね、臨時を、 ということで、えッ、ー、チっやろうと思ってます。弓の銀杏ってことは、胸しにつけられるよねっていうね。副装としてもね。で、なんと、課金先生、この、これ、右のやつ、2000円のやつね、初めてかもしれない。初めてじゃないかな。一番最初の時に課金したかもしれないけど、まあ、とにかく、一瞬で終わってて、いつも何もしてないから、 今回課金してるんですね。で、こっちの右側ももらおうと。で、えっ、ー、と、全部コンプしたことないから分かんないんだけど、これもしかして全部やったら、ご突できるんじゃないかって思って、やっています。で、えっ、ー、と、今日、明日最終日でね、15時間だから、明日最終日で、明日が、あんのかな明日も5回できるんだとしたら、えっ、ー、と、3回でしょう ?3 足す5、8、8で500ぐらい稼げる。 8五四千。えっ、ー、と、プラス四千すると、うん、届きます。え、届かなくねあ、これ届かんわ。<laughs> うわ届かない。届かない。一気通選でいく。とりあえず、この、これ取りましょう。で、こういう系全部そうなんですが、うんと、あの、パーセントアップするやつの課金をすると、 実はこれからだけじゃなくて、前、以前のももらえるんだよね。お前こんだけ稼いでんだから10アップしたらこれだけやるわっていうのが送られてくるんだよね。だから、ワンチャン明日の朝1で、え1000、ー、歩ほど歩い、1000歩も歩かなくてよかったっけで、えっ、ー、と、チケットをもらって足んなかった場合は、500円課金なりなんなりして、ちょっとパーセンテージを、 盛り上げないといけないかもしれない。で、これいいよね。この、自動で開始チェックがさ、つくようになってから、押し忘れがなくて、も、ま、う、あ、これ多分、あれや、そんなない一期当選2000ポイント8倍やってるから、上位食い込めねえかないやぁ、8位か。まあ、全然強いさがね、その上の人がさらにね、10倍やってたら、 どうにもならんもんな。みんな10倍、無限に10倍使ってるんじゃないのかと私は思っていますよ。<laughs> あ、でも結構いい線いくね。これは終了で5位圏内ぐらいけんじゃないやっぱラ,ガラグがあるからね、その。これいけんじゃね ?3 位じゃねと思ったら6位とかね。よくあるんでね。ああ、ただやっぱ8倍ぐらい使うといい,いい感じなのかな。これ、えっとね。 なんだっけバフをいっぱい、バフでバフをいっぱいかけたら、その、本日の、あれ、ミッション達成みたいなやつだった気がするから、それにで、えー、っと、そういう感じに変えた気がするんだよね。それがこうそうしてんのか、回心で大ダメージを結構出してる気がする。だから、攻撃、全員攻撃の方がダメージ与えられると思いきや、やっぱりバフでバフで乗せた方が、ダメージ出るんだね。っていうことを分からされた。 本当に今回ああやっぱりまあ1位は無理だよねおーでも意外といい線いってんね2位ですよでもう終わるだろうなああ惜しかったねもうちょっとでわあもっと頑張る1位だったないやさ最初から10パーでけてればあ十パー倍でいけてれば1位だったかもしらんいやーそんなことない結構一気にドガンとね差つけられたね おうミニなんて、俺今回で最高順位かもしれないですね。おお、すげえ。いやー、いっぱいもらえねえ。あ、これほら。こっちね。これもらえてますね。あの、四十ポイント。で、687。こんだけ稼げたらさ、ギリ足りるかもしれないけど、毎回2000ポイント使うのはちょっと原石ではないんで。ティルリロリン。これあの、えっ、ー、と、また明日、取ります。 明日そのチケットもららってからねあと2回行けるから、あと2回である程度進んでおいて、うん。で、残りの5回でどこまで行けるのか、ダメだった場合課金せねばならんのか、これね、軍略。軍略もね、今ここなんだよね。あと15%上げればあ、あー、あー、ダメだ。次1000円の買うしかないよ。まあ、うん、ここまで乗ったくね乗ったくねでも、 2500円今課金しちゃってるんだけど、これ。2500円で星55突5できるって、今、ウィザードリラダクネとかやってるけど、あれ、貫突しようと思ったら何万円かかるかわからないけど、そのね、良心的だなって、すごく感じてしまっています、今。ラクネの方は、特に課金とかしてなくて、まあ、無償でガチャ引いてるだけなんだけど、そんな感じで、えいや、 久々いいいうかほぼ初決戦力入れていますはい、そんな感じでまたね結果はこの今度お知らせしようと思いますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました次回もよろしくお願いしますそれでは絶対撮るぞ